俺の区間は AWM、はい、どうも、スコレです。今回はですね、東京マップ、基本、イモってればいい説、こちらをちょっと提唱していきたいと思います。東京マップね、もう本当にね、イモってれば勝てるんですよ。イモってれば。もう、イモの権化にね、僕はちょっとなろうと思います。シングルとかマジ本当ね、アンチの真ん中取って YouTube 見ながらイモっとけばですね、勝てるんですよ、本当に。撮影するんで、さすがにですね、ちょっと、YouTube 見ることはないんですけれども、普段ね、もう本当に一人でするときとかは、もうずっと YouTube 見ながらね、攻略行動してますね。それが一番ね、それが一番いい。このゲーム。マジで。マジで、それが一番ですね、いいですわ。というわけで、ちょっと、今回もやっていこうと思います。僕結構最近ですね、自分今、降りてる、ここですね。降りてると思うんですけど、なんて言えばいいんですかね。この住宅地自分好きなんですよね。もう本当にこの住宅地にしか僕降りてないんで、もしも、ここに降りてね、このなんか変態みたいなね、今僕が着てるような変態みたいな服のやつ見かけたら、ほぼほぼスコアラなんで、お会いした時はですね、ちょっとお手柔らかにですね、ちょっとよろしくお願いします。ちょっとそこで死んでもらえるとですね、すごいありがたいですね。そんな感じでですね、ちょっとやっていこうと思います。でも東京マップ本当にね、ちょっと何回かその、イモれば勝てる説やってるんですけど、なんて言いましょうか。本当に、いつもその、SR なしで立ち回ってるんですよね。で、SR なしで立ち回ってるんですけど、思うのが、やっぱなんかね、SR ないと東京マップ、人権ないっす、マジで。SR 持ってるか持ってないかで、もう本当に変わるっすね。SR とあとスコープね。これ持ってたらですね、すごいね、有利に立ち回れるんですけど、もう持ってなかったらもう最悪っすもんね、ドラグ。最近なんかドラッグ流行ってるらしいですね。俺ちょっと使い切らんすわ、ドラッグ。エイム力がね、ある人やったらいいと思うんですけど、僕エイム力そんなないですし、反動回帰がね、すごいね、ドラッグ難しいんですよね。元の位置に反動を戻すまでが。あれ上手い人とかもう瞬時に押してパンパンパンって打ったりするんですけど、コーラのドラッグはね、どうもその、すごい反動がでかくて、あとなんかぐるっとなんか一周するでしょ。一回パンって打ってぐるっと一周して元に戻ってくるみたいな、そんな感じなんで、すごいちょっとね、ドラグの方が苦手なんですよね。流行ってるらしいんですけど、僕は苦手ですね。でもそういえば、自分今、トンプソン持ってると思うんですけど、ほんとね、さっきトンプソン、テヒリアトンプソン持っとったんですよね。で、僕がその P90 持っとって、超近距離で打ち合いしとったら、僕の方がはるかに先打ちしとったのに、トンプソンに打ち負けて、どんだけ P90 弱いんだと、そしてどんだけ P、あの、トンプソン強いんだと思いましたね。トンプソンマジで強い。あと、P90 マジで弱いね。びっくりするぐらい弱い。本当に弱いんで、ビビりますわ、本当に。とりあえずちょっと SR 拾いたいですね、SR。あと結構僕投げ物持つタイプなんですけど、東京マップはちょっとあれですね、東京マップとかシングルか、シングルでいろいろするときはさすがに、砲弾とね、スモークはあんま必要ないですね。スクークイーンとかだったらですね、砲弾とか、あと、スモークとか持っとくと、射線切れたりするんですごいね、重要なんですけれど、シングルの場合はね、あんま射線切ることがね、メリットにならないわけじゃないんですけど、なんか、なんちゅうんかな。使用用途が少なくてね、あんまそんな、めちゃくちゃ持ってないといけないっていう、そういうね、アイテムじゃないんですよね。で、グレポンに入れてるときになんか、使ったらですね、すごい強いんですよ。本来は、砲弾とか、スモークって、スククイーンだったらですね、ただ、シングルでやるときはやっぱそんなに必要ないかなみたいな感じで思うときはありますね。欲しいのは本当グレネードと毒ガスだけでですね。あとあれなんですかね。東京マップって今毒ガスわからないんですか？もともとわからなかったっけ、毒ガスって。でも出てこんかったんで、なんか結構最近東京マップしょっても毒ガスないんで、あれなかったかなと思って。確かあれか、C4 と毒ガスが確か入れ替わった感じやったんですよね、東京マップで。確かそうっすよね。だからないんか。ねえ、本当に。ジュースいっぱいあるな、本当。ご飯もいらんよ。なんか、適当なタイミングで飲もうかな。いや、本当にね。これめんどくせえな、ここは。めんどくせえな、ここは。これ家入れんの？一回それ、外に出らんといけんの？出たくねえ、マジ。これなんか待って。これグリッチありそうだね。今のなんかグリッチありそうだったよね。いいか。グリッチ探すのはね、後日として、とりあえず、家の中を漁りつつですね、行動しましょうか。いや、マジでね、本当に、東京マップは結構特殊っすよね。特殊らしい。
なんかね、あんまなんか、やっぱ、とつったら勝てないですね。本当にとつったら勝てない。もう、妹ときは勝てるけど、とつったら勝てないですからね。じゃあ、真ん中行こうか。もうちょっと真ん中行こう。チャリでいいよ、チャリで。もう、打たれたら、もう、索敵ってことで。うん。そう、ダイナミック自転車索敵ってことで。真ん中入ろう、真ん中の方。まあ、自分がピンタス取る家の近くにですね。まあ、一応、まあ、ちょっと確率は低いんですけど、車が湧いてることもあるんで、まあ、ワンチャンそれも、ね、ゲットしつつ、まあもう少しアンチの中の方は見ましょうか。もうほんとね、自分が初手寄りした街から、今これ向かっている、ね、ちっちゃいね、家が何軒かあるところに行くこのムーブがね、本当に強いんですよね。もうこのね、間で撃たれることってほんと少ないですから、後ろから撃たれるか正面から撃たれるかしかないんで、すごい対応がしやすいんですよね。横やりいられることがないっていうのはですね、やっぱり大きいと思います。で、こっから、例えばアンチ街になるじゃないですか、ここら辺が。アンチ街になったら大体アンチがね、次のアンチが南側だったりするんですけど、南側に対してもすごい遮蔽物が多くて積みやすくて、まあ車さえ確保できれば、もう本当にね、この部分強いんですよね。僕本当おすすめですね。街の名前がちょっとわかんないですけど、あその、初手のね、初動で降りた街の名前がちょっと僕わかんないんですけど、あそこから南に下るのが本当に強いです。あって、俺、自分の降りた街って確かあれっすもんね。駒込じゃないっすもんね。駒込じゃなくてですね、なんか違う、ね、なんか名もない街なんですよ。駒込はもうちょっとね、北側なんですよね。とりあえずガソリン入れよっか。ガソリンちょっと入れて。マジガソリンね、もう邪魔なくらい拾っちゃうんですよね。なんか、で、自分がいもろうとした建物に限って、なんか、いもろうとした場所にガソリンが置いてあって、これ拾わんといけんじゃんみたいな感じになるから、もう最近ちょっとね、もう無駄に、車にね、ガソリンをね、詰め込むように書いてますわ。ちょっとガソリンドロップ率下げてもいいんだけどね。本当に。もうガソリン必要ないまであるもん。東京マップ、マジで。別にガソリンなくてよくないっていう。もう車乗り換えてればね、とか、もう車乗り換えなくても、ガソリン足りるやんみたいな感じで、なることが多いんで。そんなね、なんか差し迫って必要じゃないですもんね。アンチも配るんで。そろそろ行こうかな。先も移動しようか。行こう。ね、とりあえず、ね、ちょっと中の方を取りつつ、相手も挟みつつで、アンチ決まったらちょっとアンチ見ながら行動しましょうか。どうなるやろ。ジュース邪魔、マジ。どんどこ。マジでね、これもう拾いすぎるんですよね、ジュース。これジュースあったらね、飲みつつやりますよ。もう常にマックスまで飲んどった方が、ね、打ち負けとかなくなるんで、アンチ外になったね。アンチ外になったんで、少しあさってから移動しようかな。とりあえずね。あ、またジュースあるし。いいって。飲みまくりよ。もう腹タプンタプンになるけんな、こんなジュースばっか飲みやったらね。あんま僕普段ジュース飲まないんで、お茶ばっか飲んでるんですよ。僕のね、ライブをよく、見ていただいてる方はね、わかると思うんですけど、僕はもう常にお茶ばっかり飲んでるんで、ライブ中もね、お茶飲んでますもんね。本当に。とりあえずどうしよっか。中の方は入ろう、中の方。アンチの真ん中取ろう。このタイミングでアンチのね、ど真ん中取れたら結構東京マップ強いですよね。もう本当にど真ん中行こう。本当にど真ん中。行こう。行くでー、ほんと。ね、中の方取るでー。な、取り行くでー。東京マップね、本当にね、もうあるんですよね、そういう。行こう。まっすぐね、進んでいって。やっていきましょうや。別荘の方かな。待って、これ別荘取るんだけど、なんか、ちょっと奥だな。手前で行くね、もう手前でね。手前でいいな。別荘まで行ったらなんか撃たれそうなんだよね。めっちゃなんか撃たれるイメージしかないです、別荘。囲まれてからね。別荘強いんですけどね。なんか、このなんかタイミングで行ったらなんかすごく囲まれそう。わ、落ちちゃった。おー、ちょっと今行かせるよ。ちょっと今、気持ち悪いですね、今の。行かせて欲しかったですね、ちょっと。すごい気持ち悪いですけど、今のね。ものすごい気持ち悪い。ね、あのまままっすぐ行かせて欲しかったですね。まっすぐね、行きたかった、マジで。シュってね。あ、またガソリンあるし。勘弁しろよ、マジで、ほんと。ガソリンばっかりよ。なあ。また拾わんといけんけんね。もうあの車もガソリン入らんけん。まあ一応入るけどさ、タプンタプンになるから、いつも。せよ、ここ、ガソリン。あ、もういいか。ちょっと行こう。どうしようかな。SR ねえな、ちゅうか。SR ねえの厳しいな。まじ SR なかったらね、東京マップは人権ないんで、皆さん覚えておいてください。SR なかったらね、人権ないです。SR 持ってない人にはマジで東京マップ人権ないです。SR 使えない人は、東京マップ本当に死活問題です。これくれる。C4 置いとこう、これで。ガソリンこうやって使うしかないよ、東京マップ。違う装備になってるもん。ね、本来の用途と違うアイテムになってるよね、ガソリン。
とりあえずこれ拾っといて、周りを見つつって感じだね。まあ、でも寄ってくるかな。でもアンチの真ん中なんでね、言うてこういうアンチの取り方するのは好きな人ね、結構東京マップしてる人多いんですよね。で、結構被ること、あ、待って寄ってきたね。クソマジ知らんかったな。ちょ死んでほしかった。オッケー、危ねえ。あ、ちょっと一瞬頑張ったんで、ちょっと焦りましたわ。今、不正打ちすりゃよかったかな。危ねえ、マジ。でもこういう時に SMG 持っとったら、役立ちますよね。危なかった、マジで。うん、こういう時にね、持っとくのいいですよ。あいつ SR 持ってねえかな ?SR。ないかな ?SR。あ、持ってそう。8スク持っとるってことは、まあ、SR 持っとるだろう。な、持っとるよね。オッケー。トンプソンはここに捨てつつ、敵来たら SR とトンプソン入れ替えて、みたいな感じで使っていこう。うん、マジでね。うん、こいつ8スク持っとるんで、もう、俺のためにね、アイテム持ってきてくれて、ありがとうございますって感じだよね。本当にもう。感謝の極みって感じですね。ありがたいですわ。うん、本当にね。とりあえず、残り26か。うん、することねえな。マジで、うん。特にすることはないかな。そっか、弾持ってねえな、俺。狙撃の弾。あ、あるじゃん、あるじゃん。拾ってなかったんか。オッケーよ。ちょっと拾っとこうかな。40発ありゃいいだろ。あ、42発。あればね、十分なんで。うん、残り23に。次のアンチどうなるかな。次のアンチは。どうなるかな。結構重要っすね、アンチ。アンチ結構重要。決まったね。うん、若干違いだね。うん、アンチ真ん中取るか。うん、真ん中取りでいいよ。もう銀座でビル群取れれば勝てるよ。うん、妹ったら勝つんすよ、うんうん。本当に。妹ったら勝つんす。ちょっと行こっかなと思います、まね。この車なんかね、これ結構なんか割られやすいイメージあるんですけど、ないっすか、これ N ボックスみたいなね。ミニバンなんかね、これ。正式名称、コアの中でもさ、正式名称ちょっと忘れちゃったんですけど、この車割られやすいですよね。俺もなんかこの車割りやすいイメージしかないです。うん、ランクルとこの車はね、めっちゃ割りやすいですね。なんか的がでかいんで、高さもありますしね。すごい割りやすくてね、あ、もう運転したくないっていう、やっぱセダンですよね。バイクの方がいいんじゃないかって思う時ありますもん、正直。この車より、ね。意外に遅いですしね、この車、うん。意外に遅いんですよ。あんまりすぐじゃないですね。とりあえず屋上取りましょうか。屋上取って、やっていきましょう。うん。なんかアイテムねえかな。ちょっとね、防具がね、薄いんで、若干。3が欲しいですね、3。直帰か頭かどっちか3にしたいですよね。まあ、できれば頭3にしたいですね。でもね、中盤はね、結構ね、本当に、砂線になるんで、3ヘルムね、3の頭持っとくの結構大事なんですよ。うん。終盤になってくるとね、やっぱ直帰強い人が勝つっすよね。もう本当に近距離戦ばっかりになるんで、それかまあ AR での中距離になるんで、本当にね、直帰強い人が勝つなってイメージあります。うん。ほんとそれ。うん。で、SMG 結構ね、終盤ボスの自分が好きな。あれ多くない？ちょ、割ったことに、あれ敵じゃないんだ。あれ、格脇か。ね、他のとこでも向こう側とかね、まあ、山側降りそうっすよね。うん。山側。結構敵いそう。後ろから撃たれてるのもめんどくさいんで、ちょ、後でこっち行こっか、後で。ね、どっかなぁ。敵降りそうなんだけどね。俺かね、あれ？あ、俺、あ、絶対俺やろ、あれ。とりあえずバイクはってとこ、とりあえずね。とりあえずバイクやろう、うん。とりあえずバイクを割っていくと。あ、割れんの？ 2 発で割れないんだ。ゴルフマンス結構ダメージ減数入る。よいしょ、オッケー。危ね、なんかガクガクしとるなと思ったら。落ちかけ寄ったし、危ねえ、マジ。構え取るときたまにあるよね。ちょ、俺がおるやん、俺。あー、まぁ、ちょっと、ワンチャンだよね。もう、この距離の SR、本当にワンチャン打ちになっちゃうよね。とりあえず、ちょっとバイク。とりあえず、バイク抜いとこう。バイクをね、タイヤ抜いとけば敵移動できないんで。あ、多くないあそこ。あー、あれ、壁の中。ね。敵いますね、あそこ。おるけど、まぁ、なんも、あー、でも、AR で撃ったらできるんかな。え、これ壁抜きになるんこれってさ。これ壁抜き。え、当たるの？え、どういうこと？え、何？何？何？どういうこと？これは何？これ壁抜きになるわけ。何なんこれ。あ、やっちゃった。これ怒られるかな？これ。もしかしたら。怒られる？今の壁抜きになるの？あれは。あそこ俺ね、本当に。ね。こう東京マップなんかね、300メーターぐらいでなんか描写されなくなるんで。ね。何なんでしょうね、本当に。マジで。でも、ビルの上取ってるやつが一方的に勝つじゃんみたいな感じだよね。あ、死んだ。どっから撃たれたんだろう。でもまあ同じ山ぐらいから撃たれたと思うんだよね。こっち側からね、撃たれたんやったら、銃声聞こえるんでさすがに。
よいしょ、とりあえず移動しようか。ね、とりあえず、パンチ中入って、やっていきましょうかね。なんか取っておきましょう。上がれる？上がれる？あ、ここから行けるわけ？こんな上がり方ある？すげえ、パルクールでめっちゃ上がったじゃん、今。腕絶対今の届いてないから、な。よいしょ、来たね。オッケー。アイアンサイト強え。M4 アイアン強え、ほんとに。最近ね、結構困っとってね。M4 アイアン強いなって思いながら、やってますね。マジ強え。飽きた。これやんすか。でもこの距離のね、この距離の SR は本当に運ゲーだよな。マジで。うん、運ゲーでしかないよね。たらたらね、運の見せ所みたいな感じですよね。まあ、あいつどこ行ったやろ。そのうちなんか詰めてきそうだけどね。ちょっとわかんないっす。どこやろ。行ってみたきゃ。来たけど、行けるかな。これ苦手、バイクの SR。あ、苦手、マジ。マジ苦手。もう AR でいい。M4 で。マジ苦手、それ。あの距離苦手、マジで。あの距離でバイクね、抜くのが結構難しいっすよね。とりあえず妹っとこう。あ、妹っときゃいいよ、同級マップなんかな。妹っときゃいい。うん。ビルの上で妹っとくなんとか。俺やん。おい、待って、今ヘッドじゃないの？マジ？絶対ヘッドやと思った。ヘッドだけど、クマだから減衰入って抜けなくなってパターンあるね。うん。でも絶対ヘッドやと思ったけどな。はい、体。今な、俺の完全なミスですね。まあでもね、パンパンってね、適当に打ってからね、体にでも出すときはいいんですよ、SR なんて。うん。で、たまに、頭に当たってよかったな、ぐらいで、ちょうどいいです。うん。あんまなんか狙ってね、ヘッド抜ける人なんかおらんのっすよね。で、QS でポンポンポンって打ち寄ってから、体に当てれるようになってから、初めて、頭に当てれるようになると思うんですよね。まあ僕、SR 下手くそなんで、まあ下手くそな僕が語っても意味ないと思うんですけど、グレで死ね、ワンちゃん。死んどけ。でも、絶対これ当たってないね、グレー。ああ、なんか俺ね、向こうはちょっと戦いづらいね、ここ。なんかでも、なんかのタイミングでここ移動したいな。ちょっと戦いづらい。若干戦いづらい。下の方もね、もう一緒、奥の方もう一緒。戦いづらいね。うわ、マジか。頑張った。今の間にやりたかった。これ、キル取りたい、キル取りたい。キル取らせて、オッケー。キル爆。若干キル爆。オッケー。向こうの方もね、二人おるけんね。いいか。アンチ入ろう。アンチ大丈夫。中の方取ろう。オッケー。最近自分パラシュート使わずにね、降りることが増えて、回復が待ってたら、そっちの方がなんか強いんじゃないかな、みたいな。ダメージをね、恐れたらダメなんですよ。ダメージを。うん、もう中の方取りましょう、うん。ダメージを恐れてからパラシュート開いてね、それで死んだりとか、索敵されてしまったらもう元僕もないからですね。結構パラシュートって目立つんで、抜かれたりするんで、結構ね。回復が待っとって、まあ、その、ダメージ受けるけど、その回復しても全然まだ回復がね、余りますよ、みたいな。そういう状況の時はパラシュート開かずに置いた方が強いかもしれないです。まあ、その落下ダメージとかもね、僕ガソリン邪魔だって。落下ダメージとかもね、ちょっと把握を切らないから。こいつやるときに、これやるときに。もう待って、今のでやれんかったんだ。危ね、ちょっと待って、オッケー。危な、ちょっと、頑張った。若干頑張った。ちょっとあいつの回復もらおうと。正面折れねえでき。なんかね、落としよるね、さっきから。なんか、いますね。若干言われながら行動しよう。この辺で。こんなところ、ちょっとこっち行くか、一回。こっち側に。あ、待って、後ろ多くない？後ろ多くない？待って、こいつやるか。まだ。もうちょっと待って。詰めてきよるよ。オッケー。もうちょっと。お、待って。あぶねえ、マジ。頑張った。でも、イモればやっぱ勝てますね、東京マップ。こんな感じです。ありがとうございました。それでは。